ついに長年の悩みから解放されたわ。どうしたんだ霊夢。私に数学ができない理由がわかったのよ。ほう、どんな理由だ？数学で出てくる文字って、X、Y とかアルファ、ベータみたいに、アルファベットかギリシャ文字ばかりじゃない？そうだな。日本の文字じゃないんだから、そもそも数学は日本人にはわかりにくいようにできてるのよ。ひどい言い訳だぜ。残念だが、日本にも優秀な数学者はたくさんいるぜ。え、そうなの？中でも江戸時代の関高和という人物は、欧米の科学や文化がほとんど入ってこなかった鎖国の最中に、日本で独自に数学を発展させた天才なんだ。そんな人がいるのね。そこまで言われたらいくら土文系の私でも気になっちゃうわ。なら今回は、関高和について解説しよう。お願いします。早速、今日の主役、関高和の生い立ちから見てみよう。関は、1635年から1643年ぐらいの間に生まれたとされる。ちょっと待って、なんでそんなに幅があるのよ。記録が曖昧で、生まれ年がはっきりしていないようだ。生まれた場所も、現在の群馬にあたる上野国という説と、江戸という二つの説があるぜ。初っ端からいきなりプロフィールがいい加減ね。生家は内田という武士の家だったが、5歳の頃に関家の養子になったようだ。関は幼い時から数学に親しんでいて、この頃にはすでに大人の計算の誤りを指摘するなど、その振動ぶりは18世紀ドイツの数学者、ガウスを彷彿とさせるものがあるぜ。時代も場所も全然違うけど、ガウスも天才として名高いわね。そうだな。関がどうやって数学を学んだのかはあまりはっきりしていないが、特に師匠などがいたわけではないので、小さい時から数学の書物を読んで独学したと言われるぜ。なるほど、子供ながら日本で勉強したのね。子供だからと侮ってはいけない。読んでいた本はなかなかレベルが高いんだぜ。その一つが、人工期、だ。江戸時代なのに横断歩道があったの？信号機、じゃないぜ。人工期は、吉田光義という人が執筆した、当時の算術書のベストセラーだ。日常生活に必要な算術や計算を、基礎から応用まで、庶民にもわかりやすくまとめたものだぜ。江戸時代の数学の教科書みたいなものね。そんなところだな。彼のこうした算術に対する情熱や才能は、その後、後の江戸幕府六代将軍である徳川家信にも注目され、現在の山梨県にあった甲府藩で、財政の監査役を務めることになるぜ。関の数学好きは幕府にも知られるほどだったのね。それでは、関の和算家としての業績を見ていくことにしよう。和算家？江戸時代の頃の日本の数学は、和算、と呼ばれているんだ。人工期、の著者、吉田光義も和算家の一人だぜ。ふむふむ。そして江戸時代は、日本国内で数学が大きく発展した時期だ。鎖国という制限された環境の中でも、日本人なりに頑張っていたのね。鎖国中だったからこそ、独自の発展を遂げたとも考えられるな。和算が高等数学として進歩するための基礎を作った関高和こそ、和算に最も貢献した人物と言えるぜ。彼は具体的にどんなことをしたのかしら？そうだな、第一の大きな業績は、発微算法、という書籍を表したことだ。なんか、微熱を発症してそうな名前ね。そんな風邪気味の本じゃないぜ。発微算法、は、それまでの和算ではうまく計算できなかった、方程式の扱いに革命を起こしたんだ。革命って、どういうこと？まずは従来の和算から説明しよう。関はさっきの人工期の他にも、中国から伝わった数学書、三角啓蒙、で、天元術という代数問題の解法に触れていたんだ。天元術、今日は知らない言葉がたくさん出てくるわね。まあ落ち着いてくれ。天元術とは、三義、と呼ばれる木製の棒を使って、工事の代数方程式の問題を解く方法のことだ。棒で方程式が解けるの？ああ、と言っても現代の数学を知っている我々からすれば、かなり原始的な方法だがな。天元術では、方程式の係数に当たる数を、棒の本数で表していたんだ。正の数には赤い算儀、負の数には黒い算儀が使われ、布の上に係数に合わせた本数を並べて、その組み合わせで方程式を解いていたんだぜ。計算というよりパズルみたいで難しそうだわ。それでも実際に方程式が解けるから、当時は実用的な方法とされていたんだな。ところがこの天元術には、重大な欠陥があったんだ。どんな欠陥かしら？まず、棒の本数で係数を表しているから、係数が整数の方程式しか扱うことができなかったんだぜ。言われてみれば確かにそうね。係数が分数や小数の場合は、単純に棒の本数で表すことはできないわ。それに、未知数、つまり X や Y といった変数が2つ以上あるような、連立方程式の問題を計算することもできなかったんだ。そうなの？連立方程式が解けないって、不便そうね。ああ、そこで関は、こういった算儀の限界に気づいて、不便さを打開しようと試みたんだ。こうして編み出されたのが、発微算法、で記述した、転算術、という新しい計算方法だぜ。今度は、転元術、じゃなくて、転算術、なのね。転算術では、それまでの転元術において算儀の並べ方で表していたものを、そのまま紙に書き写し、式を、係数と文字の記号の組み合わせで表すことによって、算儀を使わずに紙面上で方程式を解くことが、できるようになったんだ。
棒を使うパズルみたいな方法から脱却して、紙とペンさえあれば方程式を解けるようにしたのね。その通り、もともと算技でやっていた操作を、式の変形に置き換えて紙に記録したってわけだ。この発想のおかげで、係数が整数でない方程式や、2つ以上の変数を含む方程式も解けるようになったんだな。この方法は現代人にとっては当たり前のように感じるかもしれないが、当時としては画期的な発見だったぜ。なるほど。ちなみにこの時使われた、係数の隣に文字を書く表し方は、現代数学での表記にかなり近いものだったんだぜ。数式の表現が、算技の時に比べてシンプルになったのね。ああ、問題解放への見通しが立てやすくなったことで、後世の和算家たちも多大な恩恵を受けたに違いないぜ。さっき霊夢が言っていた、紙とペンだけ、というのも、なかなか現代数学的だ。なるほど、石高数のおかげで和算が高等数学に発展したという理由がわかったわ。西欧諸国との交流がほとんどなかったこの時代に、独学によって自力で従来の和算の限界に気づき、便利な表現や新しい方法を作り出したことは、天才と言わざるを得ない功績だぜ。本当ね、まるで未来から来たみたいだわ。ちなみに、俳句の天才である松尾芭蕉を拝聖、茶道の天才である千利休を茶聖と呼ぶのに倣って、石高数のことを三聖と呼ぶこともあるぜ。石の第二の業績としては、西洋数学に先駆けて数学の公式や概念を発見したことが挙げられる。繰り返しになるが、石が活躍した頃の日本は厳しい鎖国の最中だったから、西洋の研究にも触れる機会がなかったはずだ。だが、彼は西洋の数学者とほぼ同時期、いや、なんなら少し早い時期に、いくつかの重要な数学の概念を考えていたんだぜ。世界の数学を先取りしていたのね。その代表的な例が、ベルヌーイ数、だ。ベルヌーイ数って？発見者であるスペインの数学者、ヤコブ・ベルヌーイにちなんで名付けられた数列だ。記号では BN と表され、具体的にはこんな数になるぜ。この数列に何の意味があるのかしら？例えばこのように、自然数のべき乗の和を求める公式を、相和公式、と言うんだが、ベルヌーイはこの式の指数の部分を一般化できないかと考えたんだ。その過程で発見されたのが、ベルヌーイ数だ。ベルヌーイ数を使うと、相和公式は次のように表すことができる。確かに、式の中にベルヌーイ数が現れているわね。彼はまた、ベルヌーイ数自体の規則性を記述することにも成功したんだぜ。ふむふむ。さらに、ベルヌーイ数は、三角関数や双曲線関数といった関数の展開、つまり関数を多項式のような形で表すときにも登場し、解析学の分野でも役に立っている。ところで、ベルヌーイ数がどんなものかはなんとなく分かったけど、これが石高数とどう関係あるの？実は石も、ヤコブ・ベルヌーイとは独立して、相和公式の一般化やベルヌーイ数の規則性を発見していたんだ。え、そうなの？ああ、しかも、名前の由来であるベルヌーイ本人よりも少し早く発見していたことが知られているぜ。それならベルヌーイ数じゃなくて石数と呼ばれるべきじゃない。二人の発見がほぼ同時期だったこともあり、石ベルヌーイ数、という呼び方をすることもあるぞ。さらに興味深いことに、石もベルヌーイも、相和公式の規則性を探るために、10乗の場合まで具体的に計算していたという記録が残っているんだ。へぇ、独立して研究していながら、公式を発見するのには同じくらいの労力を要していたというわけね。他にも、石が西洋の数学者より先に発見したものとして、行列式、があるぜ。行列式？数学でよく使われる道具として、数や式を正方形上に縦横に並べた、正方行列というものがある。この正方行列一つ一つに対して、行列式と呼ばれる値や式を与えることができるんだ。西洋では、数学の一大分野である微分積分学を作ったドイツの数学者、ライプニッツが導入した考え方だぜ。でも日本で石高数の方が早く発見したの？ああ、石は、ライプニッツほど完全に一般的な形ではなく、小さな行列に限ってだが、ライプニッツよりも10年ほど前に行列式を使っていたんだ。10年も早く、連立方程式の解き方を研究する過程で、未知数を消去するために自ら行列を導入し、行列式の計算方法まで考えていたんだぜ。さっきの相和公式もそうだけど、情報が干渉し合っていないはずの別々の国で、全く同じものにたどり着いたというのが不思議だわ。3×3 の行列の行列式の公式の覚え方は、フランスの数学者の名にちなんで、サラスの方法、と呼ばれるが、石が1683年に表した、回復大の方、に記された図は、まさにそれとほぼ同じものだったんだ。なのに石の名前はどこにも残っていないなんて、一応、あまりメジャーではないが、サラスの方法を、石サラスの公式、などと呼ぶことも、稀にあるぜ。石の方が早かったんだし、独学でここまでやっているんだから、もうちょっと評価されても良さそうなのにね。まあ、日本で体系的な現代数学が研究されたのは、明治時代以降に西洋の数学が入ってきてからのことだから、仕方ないかもな。最後に、石の功績をもう一つ紹介しておこう。それは、円周率の近似値、だ。円周率はわかるけれど、近似値って何だったかしら？およその値だな。円周率が大体どれくらいの値になるのかを計算したということだぜ。3.14 じゃないの？
もちろんそれが正しいんだが、実は石が登場するまでの和算では、円周率の値として主に 3.16 が使われていたんだぜ。あら、ちょっと大きいわね。石が数学を学ぶ際に読んだ、人工期にも、3.16 として記載されていたんだ。じゃあそれを読んだ江戸の庶民たちも、間違った値を使っていたのね。そういうことになってしまうぜ。そもそも円周率とは何だったかというと、直径に対する円周の長さの比だったな。そうね、確か、円周の長さイコール直径×円周率だったわ。ああ、つまり円周率の近似値を求めるためには、円になるべく近い図形を書いてみて、その周りの長さが直径の何倍になるかを考えればいいわけだ。円に近い図形ってどういうこと？例えばこのように、直径1の円に内接する正六角形を考えてみよう。すると、この正六角形の周りの長さは、3になるんだ。一方で、直径1の円周は 1×π イコール π だから、π は3よりも大きいとわかるぜ。なるほど、正六角形よりも外側にある円の方が、周りの長さが長いことを利用したんだわ。今度は逆に、同じ直径1の円に外接する正六角形を書いてみると、その周りの長さは2ルート3、およそ 3.46 くらいになる。だから、それより内側にある円周の長さは 3.46 よりも小さい、とわかるんだ。外側と内側から円を挟んで、円周率の値を大きい方と小さい方から評価したのね。そういうことだ。ちなみに正六角形くらいなら、中学校の知識でも計算できるぜ。そして、正八角形、正十二角形、などと辺の本数を増やしていけば、図形が円に近づいていくから、より正確に円周率を求めることができるってわけだ。ふむふむ。実際、紀元前3世紀頃の古代ギリシャでは、アルキメデスが正96角形を使って、円周率は71分の223よりも大きく、7分の22よりも小さい、ということを証明したんだ。うわぁ、随分頑張ったのね。数字に置き換えると、小数第2の 3.14 まで求めたことになるな。そして本題の石高数も、同様に正多角形を使って円周率を求めたんだぜ。石は何角形を使ったの？なんと、正13万、1072角形だ。気が遠くなるわね、まさに桁違いだわ。この方法で彼は、小数第11位までの近似値、3.1415、9265、359を正確に算出したんだ。11桁も、しかもちゃんと合っているのね。また、近似分数、つまり分数での近似値として、113分の355という値も示したんだぜ。これも正しいの？ああ、11桁に比べれば荒いが、精度が高く使い勝手もいい形だ。なんで彼はそんな計算をする気になったのかしら？暦の計算をする上で、正確な円周率が必要になったらしいぜ。ちなみに石高数の死後、彼の弟子だった武部方弘は、同様の方法で小数第41位までの近似値を、正しく求め、師匠の記録を大幅に塗り替えたんだ。へぇ、少し前までは 3.16 が使われていたというのに、だいぶ進歩したわね。石の元にはこの武部をはじめとする優秀な弟子たち数人がいて、彼らは石の研究を書籍にまとめたり、各々で研究を進めたりして、後世にもつながる、石油和算、という流派を築き上げたんだぜ。さて、ここまで日本の数学者、石高数について解説してきたが、どうだったかな？江戸時代にこんなに数学が盛んだったなんて、知らなかったわ。日本にもこんな天才がいたのね。西洋の数学者ばかりでなく、石のことももっと皆に注目してほしいものだな。今日の話には彼の素晴らしい功績が、わんさか、出てきて面白かったわ。和算家だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。石高数のことも、この動画のことも高評価し、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。